夜になったから自由に遊ぶにゃん。いざ行く。ゲームを始めます。幸運を探しに行きましょう。マテリアル H、肉眼で確認。エブラ粒子濃度も確認。ちょっと高いけど、戦うのには問題ないわ。もう周囲を自分好みに変えてやるんですね。でもまだあの時の状態のままよ。ヘレティックにはなってない。最悪じゃないってことですね。 MMR 付近でピルグリム・ドロシーと交戦中です。よし、じゃあ早く倒しちゃいましょう。はい。指揮官、始めます。エンカウンター。クリア。マテリアル H、 沈黙確認。ひとまず安心ね。じゃあニヒリスターを捕まえに。皆さん、ちょっと変じゃありませんか？何が？エニックは確かにアークの勢力が MMR に集結してると言っていたのに、誰もいませんよ。うん。指揮官、エニックと連絡を。何よ、どうなってるの？何よこれ！周りの壁が崩れてます。ダミー。空間自体をダミーで作ったってこと？じゃあ私たちが今倒したのは。時間稼ぎようね。遅かった。ニヒリスター、そこにいますか？久しぶりだな。具合はどうだ？お腹がいっぱいです。あんなにたくさんのニケを食ったんだからな。次から次へと集まってきたよな。私を食べてくださいって。もっと食べられますか？もちろん、ニケはアークにいくらでも転がってるからね。どれどれ、とりあえず
俺らの前にいる奴らから食ってみるか。わかりました。そういえば、私の体、構築されたんでしたね。吸収機能はなくなってますよね。触手の代わりに剣を振り回すなんて、バカみたいです。まあ、徐々に覚えていけば大丈夫だって。指揮官、あのヘレティックの尻尾を見てください。剣の形になっています。アニスとネオンはあれにやられました。音速以上のスピードなのでご注意ください。大丈夫です。まだ死んではいません。処置が遅れなければ助かります。はい、今のところはありません。メティス部隊とアブソルート部隊が合流中ですが、20分はかかる予定です。合流しても勝利は保証できません。1キロメートル離れたところで狙撃準備を行っています。久しぶりだな、人間。アークで会えるなんて感無量だよ。楽しく元気に過ごしてたか。そりゃ残念だな。三人ですか。そちらラピでしたっけ。私をバックアップしてください。時間を稼いでみます。いや、バックアップはあなたがして。何ですって。エニック。はい。アークから地上へ向かう射出用エレベーターの一番近いものをマーキングして、私とドロシーがヘレティックとトーカティブをそこに追い込むから、最高速度で地上へ上げた後、エレベーターとルートを爆破して。その作戦は実行不可能です。いや、できる。指揮官、必ず私を見つけてください。コード解放、サブジェネレーターを限界まで稼働、シークレットボディフルアクティブ。認識終了。コードネームレッドフード、フルアクティブ。活動限界時間まで10分。以降ボディの主導権を譲渡。十分よ。あなた、それは一体。行くわよ。ふざけたことを。何？これは一体。なんだこれ。何ですか、あなた。ありがたく使わせてもらうわ。ここから出て行きなさい。
ドロシー、行きます。私が遅れる。あとはお願い。地上射出用エレベーターオープン。射出します。エレベーター射出完了。地上到達。ルートを破壊して封鎖します。ヘレティック2機およびトーカティブをアークから排出しました。報告はそれで全部か？はい、全部お伝えしましたよ。あ、わかった。二人の具合はどうだ？少しクラクラする以外は問題ないですよ。私も大丈夫です。いや、よかった。二人ともご苦労だった。休んでくれ。では失礼しますね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ニヒリスターがアークに乱入した途端、ドロシーが乱入した。ニヒリスターはドロシーにより撃墜され、MMR に移送された。ドロシーが MMR に向かい、しばらくしてニヒリスター、インディビリア、トーカティブが復活した。偶然にしてはあまりにも。エニック。はい。ドロシーとニヒリスターが手を組んでいるという可能性は？前後の状況から判断した場合、その可能性は高いです。アーク転覆という同じ目的を持っている可能性もあります。ただし、まだ確定事項は何もありません。そうか。意見をありがとう。ご提案があります。なんだ？ヘレティックの再侵入に備えなければなりません。わかっている。しかし、今のアークの状態は壊滅的だ。備える余裕があるかどうか。私に計画があります。今回の事件により、物理的な攻撃力が不足していることが明らかになりました。アークに内蔵されている自立兵器は、突発事態において何の役にも立ちませんでした。規格外の突発事態に対応できる戦力が必要です。自立兵器を増やせということか？違います。ニケの政策を提案いたします。ん？ニケなら今も政策して。私が設計および運用するニケの政策をご提案します。ニケの政策に必要なデータは十分です。運用も可能です。許可さえいただければ、政策完了まで1週間の予定です。何機作るつもりだ？ 2 機です。政策目的は？アークの防衛に向けた圧倒的な戦力の確保です。よし、許可しよう。今回の事件で人間もたくさん死んだが、
多くのニケを失った。防御手段は多いほどいいだろう。地上へ向かった5人の行方は、今のところ追跡不可能だ。まだ帰還していないということは、何かあったに違いない。ドロシーとラピを探しに行くのか？よし。ではピルグリムの追跡ということにしておこう。どこから始めるつもりだ？そうか。方法については任せよう。その通りだ。お前はいろいろな意味でラピを探すことになるだろう。私の口からお前に言うことはできないがな。アークが大騒ぎになるかもしれないな。何せ重要な機密だ。それは問題ないだろう。トップシークレットなんだ。私が漏らすわけにはいかない。だが特殊別動隊が自力で突き止めたなら、それは機密が流出したわけではない。だから、問題はないということだ。そうか。それから、アンダーソンが目覚めたようだ。そのうちお前を呼ぶだろう。そのつもりでいろ。と少し動けるようになったからってこの私を呼びつけるんじゃないわよ。ち、頭が痛い。ようこそ。おい、お前なんかが私に判決を下すって AI の分際でその結果を私が認めると思う？私はシュエンよ。ミシリスの CEO、シュエン。ミシリスがアークでどれだけ重要か分かってるでしょ。私に何かあったらアークは終わりよ。分かる？それをしっかり念頭に置いて判決を下しなさいよ。頭が痛いの。早く終わらせて。判決を下します。第一。ミシリスインダストリーの利益のためにラプチャーをアーク付近に意図的に呼んだこと。第二、指揮下にあるエキゾチックの管理をおろそかにしアークテロを防げなかったこと。第三、エキゾチック部隊の追跡過程で証拠隠滅のために部隊のニケを個人的に破壊しようとしたこと。第四、指揮下にあるワードレスの管理をおろそかにし通称シェルター事件を防げなかったこと。これによりアークに膨大な人的物的資源の消失をもたらしたこと。上記の事実をもとに過去の事例を調査した結果参考となる事例はありませんでした。そのため独自に判断を行い次のように判決を下します。早く終わらせて。お金なら払うから家で休ませてよ。ミシリスインダストリーの CEO シュエンをニケにする。ただしその頭脳はアークに多大な利益をもたらすため記憶消去は実行しない。ただし傲慢な行動と思考は問題を起こす可能性が高いため、妊婦で強制する。ニケとなった主演からは、ミシリスインダストリーの CEO の職位を剥奪、特殊別動隊、カウンターズの指揮下に配置する。以上です。はあ、何ですって？Thank you.
ち着いてください。落ち着けるわけねえだろ。私たちを復活させるという目的は達成したじゃないですか。プライドをズタズタにされたんだぞ。しまいには逃げちまったし。死んだふりをしてずるずる引きずられた時点でプライドはすでに捨てていたのでは。お前それ以上しゃべんな。すみません。おい、おしゃべり。なんだあいつ。ほら、あの、なんで髪が赤くなって強くなったんだ。私もよくわからん。初めて見たんだ。わからない。それで終わりか。わからない。調べてこいって言ってんだよ。大変だ、この雑誌は。遠回しに言っても通じやしない。その言葉は使わない方がいい。なんだよ、使ったらどうなんだよ。おい、お前ら、俺に感謝しろよ。今この場にいられるのはこの俺が武装パーツを食わせてやったからなんだぞ。アークの奴らにあちこち解剖されて死ぬはずだったお前らが俺のおかげで今ここにいられるんだ。だから調べてこい。あいつについて調べてこい。私はお前の手下じゃない。私が使えるのはクイーンだけど。何言ってんだ。クイーンはお前の存在なんて知らねえぞ。それでも構わない。私はあの方に救われたのだから。行き場を失い死にかけていた私を生まれ変わらせてくれたのはクイーンだ。だから私に命令できるのはクイーンのみ、お前ではない。ああ、はいはい、素晴らしい忠誠心だな。ところでニヒリスタ、武装パーツの再生が遅いですね。ん？まあそうだな。やっぱコアパーツだからな、時間かかんだろ。繰り返すが、俺はそのコアパーツをお前らを生かすために使ってやったんだ。そのことを忘れんじゃねえぞ。うん、そうですか。武装パーツがないのですね。どうかティブ。なんだ。お腹が空きませんか。そうだな、言われてみれば腹が減っている気がする。何言ってんだお前ら。うん、伏せろ。俺に近づくな。伏せろよ。夜になったから自由に遊ぶにゃん。